誰かに拾われてなくてよかった。せっかく見つけた宝物だもんね。ねえ、どうかな、かな。可愛いでしょこれ。いや、まあ、レナの可愛いもの自慢も今回ばっかりは。どうよケイちゃん。俺に振るなよ。まあ、確かに不気味としか形容のしようがないな。二人とも C なのです。レナは気に入っているみたいなのですよ。可愛いよねこの鏡。はあ、うっとりしちゃう。最近で一番の掘り出し物だよ。うっかり学校に持ってくる途中で落としちゃったんだけど、ちゃんと見つかってよかったよ。はう、そんなに価値のある掘り出し物には見えませんけど。あるろん、ケイちゃんにおねえ、その他の皆さん。あれ、その鏡はこれ。さすがしーちゃん、お目が高いね。これはね、レナが宝の山で見つけたんだよ。はう、宝の山。シオン、どうしたの？あ、いえ。ただ、ちょっと気になることがあって。なんだよ、シオン。はっきり言えよ。実はですね。これは、その崎組のそっちの筋から内々で聞いた情報なんですけど、この前、不思議な鏡が関係した、とある事件があったそうなんですよ。不思議な鏡の事件？ええ。3日前この村を通りがかったトラックが大事故を起こして、ダム建設現場のゴミ山じゃない、レナさんの言う宝の山に転落して。なんですって？それでシーちゃんどうなったの？派手に事故ったらしくて、大惨事になってもおかしくなかったんですけど、不思議なことにドライバーは奇跡的に無事で、炎も燃え広がることなくすぐに鎮静化しました。すげえ奇跡だな。そうです、まさに奇跡です。で、その奇跡が起こった理由は、そのトラックが運んでいた積み荷の中に魔法の鏡があったからだって言われているんですよ。魔法の鏡？何なんですのそれ。最近この村の近くの山で発掘されたものなんですけど、古文書によると、手にして願い事をすればどんなことでも願いが叶うと。ドライバーが奇跡的に無事だったのも、ゴミ山にもかかわらず炎がほとんど燃え広がらなかったのも鏡のおかげじゃないかと、もっぱらの噂です。なかなか興味深い話なのです。じゃあレナが拾ってきたこの鏡はその積み荷の？だけど見た目だけじゃこれがその鏡かどうかわかんないね。だったら試しに何か願い事をしてみようぜ。はあ、それならレナがやる。鏡よ鏡、世界で一番可愛いリカちゃんとサトコちゃんをお持ち帰りできますよ。冗談じゃありませんわ。だったらちょっと私に貸してくれませんか？どうしても叶えたい願い事があるんです。なんであんたに貸さなきゃいけないのよ。願い事なら私にだってあるんだからね。そういうことでしたら私にだってございましてよ。まあまあみんな、だったら誰が鏡に願い事をするか部活で勝負しようぜ。おっしゃ、望むところや。え、わかりました。手を使ってでも私が願いを叶えてみせますわ。みー、なんだか面白そうなことになってきましたのです。あらあら、なかなか楽しそうなお話ね。よかったら僕たちも混ぜてくれないかい？高野さんに富武さん、なんでうちの学校に？私にもあるのよ、どうしても叶えたい願いが。ねえ次郎さん。おう、高野さんのためなら僕はどんなことでも頑張ってみせるよ。どうやら高野たちも鏡の噂を聞きつけてやってきたみたいなのです。ますます面白くなってきましたのですよ。ニパーン。ちょっと待ってくれよ。大人が二人がかりでかかってくるなんて、さすがにこっちが不利じゃないか。そうだね。だったらこっちも二人一組で戦うってことでどう？もちろん依存はないわ。組む相手を決めよう。願いを叶える鏡、絶対に負けられません。